ってる、声入ってるよ。あれね、パソコンのおかげつうか。気を取り直して。いけ。立ち上がり集中。あ、ないから。どういうこと？マジで血液型くんとかも全部いいかと。血液型くん。で、外に。外にもいいか。サンキュー。これガチで見えん。やべえ、逆光半端ねえ。うん。サンキュー。あ、でもどれでいいんじゃないそれ。太いでる？めっちゃ見えんの見づらいんだよ。画面が自体がさ、確かに見づらいけど、パソコンで見たら。漫画はね、読んだ、3巻ぐらい。お試し読み。上がズームね。これ絶対試合見えない。記録取ったら、絶対試合見えない。全部？もしかさ、うねぇ。聞いて、何が起きたよ。こう？やべえでしょ。でもこれボールめっちゃ近いからね、そうすると。シュート下手でよかった。収めた今の。え、何ですか。やばいシーン収めたじゃん。やばいっすよ。シュート収めました。ナイスカメラワーク。つっても、あれさ、こっちだとあんま感動がないっていう、感動っていうか、その、危ねえみたいな、リアクションが取れないっていう。あるある。確かにね、こんな至近距離なのに画面越しだからね。そうっすよ。しかも楽屋で全然見づらいですし、この画面の中だと。確かに。日光とかの関係で。そうっす。これね、2人で交代してやった方がいいかもしれない。手疲れちゃうからな。どこにあるか分からない。そしたら楽じゃん。あんま動かさんでいいかな。そしたらめっちゃ近くなるぜ、向こうで。試合全体見えるで。ミーティングの時。今マックス行くと、うん、このラインかかるぐらい。あ、マジ、うん、あんまないんだな。でも全体見えてた方が。これストップしていいかな。ちょっと後でやんな。分からん、ストップしろ。これもう一回これ押せた。あー、ちょっと取り直すか。あ、なるほどね。そう。まあいいや、めんで。おい、死ぬだ。お前のあの給料はさ、そのためにあるんだろ。窓マギはもう買ってます。窓マギって何、またやんの映画。10月29日。やりすぎでしょ。いや、あの、一応前やったあの前後編のやつは、うん、あの、まあ、うん、あ、完全オリジナル。いや、完全オリジナル。完全オリジナルって完全続編。続編って何なの。ワルプルギスよの夜は倒したんだよ。窓かはさ、なんか窓神になった。窓神さんになったんでしょ。窓神さんになって、うん、なんかあの、消えたんでしょ、最初。消えました。僕の闇では窓か機関ルートかな。ほうほうほう。イフルート的な感じになる。なるほど。てか、あの話は、まあ、こっちが疲れる上に上げてるんで、三脚めっちゃ欲しい。あ、で、まあ、まだ使ってみよう。もう誰が全然わかんねえよ。だって、試合見たらわかんねえ。だよね。そこをどうやってやるんだろう。新しいやつあった。ちょっと手入っちゃった、さっき。まだまだ漫画って。俺なんか、勝ってみたら。オリコは勝ってみたら。すげえ。めっちゃこっち行く。サンキュー。そんな変わんねえじゃん。一人受け、受け、受け入ろう。ファンド。ファンド。見てない。まだ。完全なんてさ、ワンチャンス。漫画しか買ってなかった時の、大学入ったぐらいの時は、クソほど漫画買ってたから。俺ってさ、2年で T ポイントさ、2000か5000か。
腰入ってなかった知らんけど入ってる曲と入ってない曲の違い分かんないけどさ腰入ってるよサンキュー2と挟んだあれは見てますまだ3は見てますあれ今唯一追いついてるのが新宿の巨人と、うん、おーさすが最終戦の CD と、うん、同級生と、うん、結構追いついてるじゃん結構追いついてるじゃん25は中5はですよ、うん、追いついてる方でしょ俺だって見てんの追いついちゃんと追いついてる定休だけでしかも日曜だけ定休だけマジプリまだ見てないし弾丸ロッパも最初は見てないしあとなんだもう全部他見たそう今季あんま見たいのがないからさまだ来季に期待してフリー何フリーじゃんパトルロボットじゃないサイコパスサイコパスではないサイコパスもう一個ほらサイコパス見たいなと思ってあと何て言うの C だから見たいな C ってあのお金の写真そんな感じのやつ緑川さんがあれ面白い面白いあれ見たかったなんかあれ見て出るかもみたいな結構なんだかんだ結構あんま知られてないけど、バチバチ知る人ぞ知る名作アニメ。出れ出れ。あ、そうなの。なんだっけ、水星のガルガンディア。あれは多分一応前期ではまあそこそこ良かった。らしいね。なんかあのなんかのキャラが人気投票1位になって。ポット。あ、そう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 それ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 。そいつがなんかあの無生物系で唯一のランキング。にしてあの1位だったなんかのやつのランキングで主人公は主人公はいいんじゃないですかへぇ一応主人公は逃げないうん、まあ、チェインバーがめっちゃ活躍してるチェインバーがめっちゃかっこいい、うん、ゴー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 ショーになったらあ、ショーになったあ、そうなんだなぁ、逆に色々違うどうせ殺せばいいどうせ殺せばいいどうせ殺せばいいさ2期なくなったらどうすんの？あもう最初から分割2クールみたいなんでもう確定してるの確定してるやん。じゃあ別にいいんじゃないの投げちゃって。ゲッ。これだったら最悪な。でも分割2クール決まっても大体収めてません。まあね。いやでも目立たも2クールでしたけど。ピラピラ。ゴッシャゴッシャゴッシャ。いらないいらない。ミンネラグランドってどんなやつロボタンのことだよ。あんまかっこよくないロボタンのことだよ。中準備おうわっ惜しい。マジか。OKOK、ナイスナイスナイスシュートシュートいいよ。誰打った今。翔さん翔さんか。入れた。ルネ、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 
お、おかしい。ワンタッチ。いやー、当たったんじゃないかな。めっちゃうまい。あんま言うなよ、下田。話してるよ、下田。カメラで、カメラがあるから、ちょっとアリバイ、アリバイゼリフ言っとこうか。下田、あんまりそういうこと言うのやめろって。すげえ。暇な時間、あれ撮っといたら、あれ。めんどいよ。声でパレパレパレだけど。やめろ。じゃああっち取るよ。山岡さん、ワン全開でさ、ツーやってた。やったの、ツーやってたと思ったんだ。ツーアニメにした方が、今時の子はアニメを見るなって。声優的にね。主人公が高山なんで。コナン。で、主人公、サブキャラが、まあ、尾形ねと、まあ、一気の主人公、あと、石田明と、金田智和、金沢かな、茅野愛、はい、星水亜美で、はい、ワンは、ちょっと昔の声優が多かった。あ、でも三石国民だ。安本博樹。2人か3人ぐらい分かんないですよ。聞いたことはあるけど、詳しく誰か分かんない。その辺がちょこちょこしてさ、そう、女性声優が割とその今の人気毒を使ってるから、あと福潤だよ。だから2期アニメにした方が、あの、とっつきはとっつきやすかったのかな、声優的には。サンキュー。はい、サンキュー翼。あーらしいね。なんか最近今のあのベテランたちはなんて思うんだみたいな。いやいや、お前そいつらよりももっとベテランだよ。ドラえもんだぞ。下田とかさ、ドラえもん見てるときはさ、もうあれだったんじゃないの、あの、新しいドラえもんじゃなくて。あ、ギリギリ、信代ドラえもんは分かるんだ。あ、そうなんだ。信代分かるんだね。信代は信代じゃない方がいい。あー、そうなんだ。下田たちぐらいはあれだったんだ。アンギたちはどっちなの。ドラえもんすか、うん、俺は途中で変わりました。あー、でも最初からわさびじゃないの。わさびってわさびドラじゃないの。サメ抜きの方なの。最初サメ抜きで途中で変わって、あ、わさび入って、なんかめっちゃ変だなと思いましたよ。子供から大人になるにつれてな、わさびも入るようになる。サンキュー。外全部入ってる。やめろって下田。ナイスナイス。この15分ぐらいさ、俺と下田アニメの話しかしてないで全部撮られるから。やべえよこれ。小川に見せるときはあの音消してもらおうじゃん、またね。まあ、この前君は音消えてたんで。そうおい、この試合みんなで見るってなったらやべえじゃん。音出ちゃったら終わるぜ、俺ら。ちょっと、それは覚えてたんだろうな。簡単。サンキュー。これいいか、俺行かないか。ダメですよ。下田、あとは任せたっつって。普通のバッチリ。Thank you。俺の最大の好敵手。最初にはとりあえず確認したんで、いるのは。てかもうここにいる時点、アップしてる時点で俺確認してたんだよ。やっぱ出てるかな。ないな。
とこじゃない。うん、それそうだよね。疲れそうだ、そういうことで。みたいな、あれは人気出なかったからしょうがないねみたいな感じのことをね。ネタネタで書いてきた。サンキュがゆえに別のこと、暇すぎであるがゆえに別のこと入っちゃうんだよね。それはある。授業ない。授業があるの。さっきからさ、割とじゃん。また俺フランツか。アンディボランチしてる。いやいや、そんなあれだぜ。そんな気取ってると俺出ちゃうじゃん。ボランチですか。いやもう全然ね。おーい。いやーこれは出るでしょ。おー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 マジか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 。
待って、やばえ、下田お前やばい、めんどくせえ。マジアホじゃん、あいつ。え、どうしたんですか、めんどくさいですか。会議開かないといけないから。会場、俺ら当番だから。マジあいつアホじゃん、マジダリーよ。俺の仕事増やすなよ、マジで。それ下田さんとついたよ。下田、お前の雑務よりチームの一生だぞ。まあ、勝ったわけじゃないけど。いや、確かにアリエッティだ。どうするメリット。蹴り入れてったから。ただ俺レッド出ると思わんかったわ。イエローなんだろうなと思ったら、もうすっげえ赤いの見えてるからさ。チラ見してる、チラ見してるっつって。え、邪魔。マジか。もう入れられるタイミングが最悪と言わざるを得んわ、本当に。さあ、切り替えろ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 、帰ろ。足りてないんだよ、相手。何やるんですか、それって言ったら。一発会場だとさ、なんかやんなきゃいけないんだよね。それはなんかね、学生リーグの会議みたいなのをした時に言われたわ。一発会場だと、なんか審判と退場した人となんかあれでいろいろやんなきゃいけないから、そういうのはしないと。お、いい、いい言われた記憶。おしおし、レッドの30秒後ぐらいに手入れられると思った。やべえ、ボール舞台行くのだ。22分か。誰か。誰か行くのだ。帰ってきた。誰か出てきてる。あれの人じゃね？あ、取ってもらいましょう。山初の人じゃね？取れてるかな、俺やべえぞ、ちょっと集中してろ、今。めごーめごー。うわ、やべえ、つった。まあまあ、消えた。最低限、最低限のプレー。相手さっき打ったの誰？知ってる人？さっき打ったの誰？相手ゴール入ったの誰？22番。前にいる。その他大勢か。7番なら、まあ、仕方ないな、あいつうめえからって思うけど。って俺は思ってるよ。7番は打たれたらもう取れないって思ってるけど、それ以外は俺全部取れる。逆にね。ただ決めて7番に打たれた。俺だって7番ハットトリックされた時さ、4本ぐらい打たれて3点決められた気がするもん。打つシュート打つシュート全部入って、あ、俺もう取れねえわって思ったよ、確か試合中ね。結構ね、がっつり俺の心やられて。あとで言おう、勝ったら言おう。2年連続無失点だったら西山。俺の無失点記録途絶えさせたわ、山初戦。相手10人なのに、ああっつって勝ったら、まあ、勝ってなくてもこのビデオに残ってんだから。勝ってなかったら石山見んなよ、見返すなよ、自分のプレー頼むから。勝つから関係ないけどって言っとこ。
あ、でもビブス着てらん。フォローしとこ。ミスった。いいよ。いいっすかね。大丈夫。なんか言われたら謝ろう。そうっすね。その時はその時っすね。サンキュー。オレンジだからわからんね。その持ってるから。どうかしら、どうかしら。森田さんがドリブルでないのか僕が全然違う。そうなんだ。キャリアだけは一番長いから。練習行ってる日数は勝負の方が俺の 1.5 倍ぐらい。石山と啓太には勝ってるな。あれ石山さんもそんなに。石山もね、あれだよ。今でこそなんかね、俺の遅刻をたしなめるキャラだけど、ね、昔は俺とあんま変わんなかった。医者はちゃんと真面目になった。構成した。俺は構成できなかった。去年一昨年あたりは結構真面目に言ってたんだけど、今年はなんかね、もうちょっと OB 感覚は抜き切ってない。まあいいかなってなっちゃって。昨日は死ぬほど頭痛くて無理だったんだけど、8時に起きたんだけど、マジクソ頭いって無理ってもう一回寝た。で、夕方5時、6時ぐらいまで寝た。15時間ぐらい寝た。結局。後ろ下げさせてセントレフォーですよ。なぜうわぁ出ねえよ。あ、出た。マジですね。キーパー経由したらいけそうだよね。前行ったところいっぱい行くんだったら大事なことついた方がそうだね。確かにこの間話したやつ一人だけ行ってても入るもんだって。普通にサイドバック出されてお前ですもん、うん、そこに出せなかったら多分あいつ詰むよね。ボール蹴っても蹴れなそうだし。上げてもいいぜ。そう前掛かりになるやさ。どっていいと思うんだよ。そしたらあの佐藤の作戦は佐々木これ悪くないような気がしないでもない。6と7がね、メンバー、ジュビロユースの段、勉強とかしてる相手なんだ。確か。俺ら2年かなんかの時に入ってきて、ジュビロユースの選手が入ってきたとか言って、で、その時に確か6番と7番がなんか2点ずつ決めたんだ。で、結局なんか 4-4 の引き分けみたいな。なんかそのイメージに 4-0 くらいで負けた。違う違う違う。なんか華々しいデビュー戦を飾られた気がする。すげえ選手入ってきたぞみたいな。そこ、そこ、アフターでこけてみるやつ。くそ。もう一枚ぐらい出るんじゃね、赤いやつ。もう一枚もらったら一緒でしょ、しもだ。どこにどの調整をするか。シュート打とう、シュート打とう、どんどん。なんか、うちは入りそうじゃん。弱そうっすね。うん、ゴールキックになってもさ、クソ前掛かりになったら点取れそうじゃない？いきそうっすね。あんま飛んでない。多分この辺までしか飛ばないと思う。入ったらどんどん打ってけよ、シュンタも、タグマも。本当に。多分そのうち入る。3点ぐらい取れるぜ、多分。ロングシュート打ってりゃ。枠入れば。うん、枠入れば。隅っこ、隅っこ。隅っこ狙っとけばいい。枠入れるっていう、あれっすよね、前提で。そらな、はい、まあ、枠に入んないシュートは入れれねえけど。話なんない。話なんないっすか。何があっても入んないですから。エスパーいない限りはな、一人で。本当に本当に。そう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 。あやあや。あ、でもそうか、そしたら別のやつ蹴るって可能性もあるから。キーパーで前がかりになるから、うん、そう、蹴れるやつはね。上げない。いい形。いける。これ入った。絶対入った。入るに100ペリカ。うわー。またか。嫌われ、嫌われすぎ。あいつ。惜しい。ジルかよ。前に前に。いや、いいよ。打ってこい、打ってこい。いいよ。ナイスナイス。ボール考えよ、ボール。前でいいぜ、前で。確かに。
るかよ。オリピエ、オリピエジル。やべえぜ、このディスってるやつ入るから。いや、小川マジナイスプレーだわ。ちょっと半端ねえ、いろんな意味で。いろんな意味で半端ねえ。ちょっと話に小ネタ挟みたくなっちゃう。下田がツッコミ入れないとただの悪口になるけど、ナイス下田。ツッコミ入れたことで、あのあれだから。ただ笑い取りに行っただけっていうのがちゃんと分かってきて。ポップを。大丈夫大丈夫。G が。こんだけ長く説明して本当にディスってるみたいなやつだ。引っ張ったよ。K が。K がキーパー。あれ？キーパーが8。何？やべ、ストロー取ってた。ちゃん撮ってる？撮ってますよ。一試合見れんだ。見れない、全然見れない。誰が誰だか全然分かんなくて。ゴールキック、ゴールキック。今何分？キーパーがパンチ弾いてた。今ね、31です。31、はい、P をポスト。あれ45分だっけ？あと15分。あと15か。ロスタイムが1分あるから短けえな。1分あるから、あるから俺が審判みたいな。いやー、これ後半は俺かな。1枚いこう。いやいや、ヘンリーのサラリーマンってさ、なんかもうプロフェッショナルだよね。絶対取ってくんないよね、ああいうボールね。ケイタのスローインさ、危なすぎるでしょ。絶対取られるもん、いつか。村上もめちゃめちゃ下手だったからな。村上ってのは名字ないから、スローイン下手なのか。経歴的に。中、枚数いるよ。うわ、メバー。確か1回ファウルショー取られた。村上、あの26番が結構機敏だね。スライディングマン。そう、スライディングマンだ。さっきあそこのところが。そう、ひたすら削ってくる。ロングスロー、ロングスローではない。絶対勝てる気しねえな。うまい。お疲れちゃん。お疲れちゃん。なんか制裁を書いてる。あと12か。あと12。ああ、振動がきついんだね。佐藤とか下げてさ、それで結構重くなる。うん、普通にゲーム落としてるかと。うん、ああ、そうだね、それもあるね。3本ぐらいやるけど、
そうだね。20万だ。止めた7番。やっべ、石山超いいキーパーじゃん。何あのキーパー。7番のシュート取る。あのキーパーすごいキーパーだね。7番のシュート取るとか。どこの誰くん？どこの何山くん？石山くん。ほぼ分かってる。ほぼ分かってる。何岡大学の何山くんだよ。調べろ調べろ。ほぼ。危ねえな。止めるな。そうだよね。なんか結構さ、金曜来た時思ったけどさ、メンツ結構ガッツリいくよ。ハハハハの笑いが準備じゃないから。中準備、中準備、中準備。下田センターバックの OK! 終わった、終わった。相手ボールだ、取るハリーが取ってもらって、取られる。リプディア、フリー。ハドマ、ハドマ、ハドマ、取りきよう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 。確かにアンディよく見るとドゥンガっぽいもん。ドゥンガっぽい、よく見るとドゥンガっぽい。ブラジルでなんか行ってさ、絶対負けない。あ、違った。マイボー、マイボー。コーナーキックにタクマかな。こっちはタクマだな。あっち俺だけど。さっき庄司さんいいボールだ。確かにいいボールだった。まあ、確かにね。まだボール見ろ。去年のやつからタコマがトップが出るし、庄司さん狙ったか。あ、確かにコンテ戦も決めてたし、藤井通沼津戦も決めてたし。いや、コンテ戦は先発じゃん。藤井通沼津戦も決めてた。確かに出てる試合大体決めてるイメージはある。直接ね。俺はおおサンキューとかワンチャンあるとか言ってた気づく。37分だ。いやー、はい、こっちいるとあんま使えないんだよな。こっちこ適当な声、真面目な話しちゃう。うそやけど。いやいや、すべてに関係、すべてに関係なくね。さあ準備。サンキュー。いや、ゆっくり。13で13。じゃあ。待ち。これあれや。カード出るパティーンだと思ってる。またあれじゃん。あれになるやつ。フェアプレーの。いや、いいよ。どうなってる。意外とこれ忘れてくれんじゃね。時間長いし。小川さん。まだ出てないぜ。わからんと思う。やべえぜ、まだ出てないからね。出たらね、あれだけど安心。あ、やべえ、7番持ってやべえって。大体やられる。負けるだけなんだろうな、たぶん。去年勝ったからさ。去年 2-0、一昨年 7-0 とか。いや実はね、全然あかんって言ってる割に2年連続も知ってんだから、別にあかんことないんだよね。俺が勝手に苦手意識持ってるだけ。ああ、いやでも別に普通にいい感じに、だって俺攻めてなかった気がするもん。攻めてなかったっていうのは、あのペイラル系あんましなかったで、去年は。一昨年は
なんかもう大ちゃんがクソマーク外しなくて、ほんとヒヤヒヤするなっていうか、10人だぜ相手、何やってん、これお説教だな、後半入ったら、あーいける、オッケー、ゴーゴー、やー、イチリーキー、うわー、いらねー、うわ、めっちゃ、たぶんあれカード出してる自分によってあいつ2枚目ちゃう、そうっすね、審査員5だよ、5集中しよう、集中、3枚で1試合進めるし、あれ前出てなかった、全然違うか、そのさ呼ばれたらカンバラクラブって言ってもらった、あ、そうか、入場でアウトしてたね、そういえば出場時間0分でイエローもらうっていうね、快挙達成したから正直本当の意味でだって大学デビュー戦とかじゃなかったっけ、デビュー戦で出場時間0分で、デビュー戦開始0分、シズダイクラブ歴史に残ると思う、ネタにはなります、うん、ネタにはなります、途中交代3分で退場した先輩がいるから、あの俺らの先輩に、うん、途中交代して3分でレッドカード一発退場、 PK の置き土産をもらってなくてクソって思ったしかも俺のデビュー戦だぜ、それ本当に涙出るわ、それは辛い、イジャマじゃないわ、K だったうどついた、これ何分合うっすか、これ45分っすか、45分、アンディもっとこう上で取ろうぜ、肘もっと上げよう、そう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 浮かせて浮かせて、え、この時に休憩していいですかね、これ、いやちょっとそれはどこれどうするんですか、こういう時いやなんかあの、まあ、そこもしっかりこう取っていくのがやっぱこうみんなの上がりとかもね取っとくのがじゃないとちょっといやそこ休むのはちょっと事務所的に NG なんさっきそういう契約なんで、うちの子たちはこういうところもしっかり映してもらうって契約で、あのやばい、カメラ OK してるんで、やばい、空撮ってたよさっきまずいよ、やべえよそれ空撮ってた小川さんが本当にお冠だぜ、本当にそんなん見たら、え、待って、でもさ、どういう顔途中で入らなかったっけ俺の顔も入ってるぜ本当にね、レッドカードの後なんか俺、わざと入ったりとかして、いや、むけよお前、めっちゃ引っかかるな、でファール、うん、悪循環だな無理に抜きに行って取られてファールしてフリキックにもうやっちゃいけんこと全部やってるんですよオールスターもう金やばいでも1対1が良い位置選手は多いからね、やっぱりどうしても県リーグ上手い人は多いからね、そこそこ体力ない人多いから、まあ、まともなったら別にね、控えてきたら、はい、タケジの方がどっちかというと控えっていうのを動かさず向き、どっちかって言ったら、まあ、両方使えばいいと思うけど、後半からあのスピードできたら、そう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 、はい、受けて、まあ、向かったそうそうそう、行った、ケンちゃん行った、ケンちゃん行った、変わんなゲン怒ってるね、ちょっと取って取って、うわ悪い今のやば、やばいボールやばい、こっちカメラ見るの忘れてた、はい、サンキュー、サンキュー、ノータイムさあラストだよ、ラストノータイム、いやー翼さんが入ってきてダメでしょ、イエイ、正体いけん、入れない、
ゴー滑るぞ。入った。ワンタッチ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 。無駄にカード使う。カード使いますね。無駄にカード使う上にキーパーの控え使っていく。確かに。クソ無駄遣いしよう。贅沢だ。お、これおもろい。勝負。勝負なんかあれかな。最近コーナー。ナイフルちゃん前でよ。昔の勝負大体決まる。まあ間違いなく勝った。歩いてる歩いてる。翼、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 腰が痛いからだな、きっとな。それダメされちゃう。今何ファールのだったなんかちょっとカメラにいたずらしてたら見えんかったんだけど。ってことはこれ映ってないんじゃね？何が起きたのか。やって。何した今？誰が何した？翼がなんかした。退場しちゃうんじゃないの翼も。それ怖いっすよ。これワンチャンあるぜ。これってレッドになったらワンチャンありますよ、うん、イエロー生産されないよ。ですよ、ね、うん、村上がそれ身をもって実践してくれたから。おー、いいね、石山いけ。村上がイエローもらって次の試合退場したから。はい、京介、京介、京介とユースケ。お兄ちゃんとバイトしてたけど、あ、椿だ、なんたら椿だ、バッキーって言われたの覚えてる。ショートのボスだ。そう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 、あのバッドエンドだとヤンキーになっちゃう。ヤンキーっていうか、ね、夜の街が消えていくと鏡の前でなんかヒョウ柄っぽい。そう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 、大阪のおばちゃんになっちゃう。お、面白い。お、髪の毛出してほしかったな今の。やべ、どこにボールが。お、マトゥ、サンキュー、サンキュー、面白い。プレがなんかいつものようなキレがないよね。いつもなんかクイッって感じだけど今日グイッって感じ。アンディだなそれ。でもボランチだったら速攻でバテますよ俺。その走り方とかわかんないです。あのどこで休憩すればいいかとか。いやいやアンディ45分さ走れないの。アンディ逆にダッシュですか。ダッシュで。いやーがっかりだわ俺。それ期待したいんだアンディには。何のためのアンディよ。そう、何のためのアンディよ。そうっすね、やっぱ走りゃダメっすね。そう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 。アンディってさめっちゃ走れそうじゃん。アメリカとかにそんな感じの陸上選手いそうじゃん。なんか完全にもう USA とか長距離の長距離選手でしょ。いそうじゃんアンディ。メダル候補はみたいな、アメリカのアンディですみたいな。どんでかないですか俺。はいはいはい、いけるいけるいける、どうせいける、どうせいける。短距離の方がいいですよ、早う。もう30分くらいでリルクをして30分間そうそうそう、30分間乾燥。30分間乾燥間多くね。30分乾燥でいいんじゃね、多分。
ゲンすげー落ちてる。やっぱゲンボランチ落として俺フォワード。あ、やべ、ビューが入っちゃった。あの、鬼プレス、前から前から鬼プレス30分間あるな、あの裏走り続けてたのに。キーパーに出ても鬼プレス。そうそう、全部全部、ね、前線からカット。きた、まあまあ、うん、誰かセレや。中でも待ち薄くないですか。薄いね。でもああいうのさ、クロス上がるじゃん、競らないとさ、守備的に結構さ、テンション上がる。競らねえのかよみたいな。いやいや、そこやられるんかい。そう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 。いや、せめてさ、なんかこうアリバイでもいいからさ、競る動きしてそれだけで俺らの気持ちちょっと救われるから。多分オフェンスもディフェンスの時は思ってんだろうな。ドフリーとかで歌った時に、いや、せめて寄せてみたいな。それでやられたら文句言わないからみたいなことは多分思ってんだ。思ってます、ね、お互い多分思ってるんだよ。お互いがお互い、まあ多分それを逆にするじゃないと。例えばディフェンスがオフェンス、うん、ディフェンスがディフェンスやったとしたら、まあ、結局できなくて終わり。そうだね。難しいよなって。難しいよね。思った通りに上がんなかったらきついよな。守備の方もそうだよ。マイボー、シャイ、シャイよ、これいってんだよ。レミニセンスって新しいやつ。赤べ、ソフト2、赤べじゃないです、ティーグルです。ん、何それ。あの赤月の護衛って、あああれか、あれの書いてる人誰だよ。そう、トリッチ、シュンタケ。シナリオはイカさん。あの、イカさん。行け行け行け。はい、サンキュー。アカツキの護衛の、うんうん、その、で、世界観は一緒。で、キャラクターが違うみたいな。へぇー。あれがやりたいんだよね。ラベンダーのやつ。あ、車輪ですか。うん、車輪は やりました。車輪は俺もやったんだけど、ラベンダーの方やったやつ。ああ、ひまわりじゃなくて。ああ、初見出たの、ね、氷の方やった。そう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 。そんな感じです、レミニセンスは。ああ、そうなんだ。そう、世界観は一緒だけど。お、来た、うわ、合う。キャラクターが違うみたいな。車輪はさ、主人公の名前が森田だったからさ。ああ、ケンチですね、うん、ケンちゃん。俺なぜかさ、高校の時さ、高校の近くのたこ焼き屋さんのさ、検索してたさ、ほぼニアピンじゃん。ニアピン、大学1年の時にやったんだよ、シャリン。マジね、他人事じゃなかったね。めっちゃ感情移入したわ。ほぼ俺、なんか高校の時呼ばれてたのも一緒やけどね。ニアピン。森田検索だったからな。まあ、森田検索だから来てるんだろうけど、急に。まあ、俺が適当だからね。あ、検索でいいっすよみたいな言うから。お、ナイボー。キーパーの前に一人いたとかな。ワンチャン。クーハートな。買ったけど。あのアナザーデイズのとか。サーディアンじゃない。マーディアンじゃないわ。あのチャルとヨッシーが攻略したくて。そう買ったんだけど、結局ハルミちゃんっていうハート2はプロ中のゲームを持ってて、それもあの玉ねえだけやって、仲間室玉ねえだけやって飽きちゃって、おいいボール、ゴール、うわうわ、カリンちゃん途中までやって、本当はあれだったんだよ、ユマがやりたくて買ったんだけど、そうやってないと。だってあのね、好きなキャラは後に取っとく癖があるからね、飽きるとね、やらないんだよね、そこ。それダメだよ、うん、ダメなんだよ。僕結構好きなキャラが大体メインなんで、メインループやって、うん、もうそのあとサブから一周してて、マジで俺車輪とか G 線とかさ、あれ全部サブからいったわ。最初にメイン行っちゃうとあれだからさ。あ、車輪どれかやりました。車輪はあれ、2章の子、あの A 角子、絵の子、あの1日半分しか寝れ、あの生活できないみたいな。おお、うん、あ、ごめんごめん、アンディ。バッティングが上がる、多分
バッテリーなくなったらどうしますかこれ。もう諦めるしかないんじゃない諦めるしかないですか。石山バッテリーって呼びある。入ってる。じゃあそこにケースがあるから多分ね左側めっちゃ左俺のユニフォームの上に置いてある。ナイス。切れたら、うん、はい、おい、あれこちら切れたらね。誰も言ってないからいいんだよ。あれのあれをやりたいんだよね。ファンディスク有給の少年少女あれを取ったんだよ。そう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 。お、下回りすぎ。長いボールを行こう相手のキーパーで一緒ぐらいだ。7番ならあのシュートは当然だよ。それを止める。そう、石山、あ、石山じゃ何山くんかちょっとわからんけどさ。行っちゃいます、うん、何岡大学の何山くんかちょっとわからんけど調査しとかんと。リサーチ不足だった。ちょっと危ねえな。まあ、完全に小川のとこ狙われてんな。小川から勝負。めっちゃ狙われたもん、マジで。薬草丸飛ばしちゃうよね、あそこ。ケガさんめっちゃ不利やん。無理か。でも飛ばさないとダメでしょ。薬草全部勝負だったら多分回す意味ないぜ。薬草丸おー、同じ出てる。あれが怖いですかね、引っかかるの。どうですかね。まあでも、どこで取られるかだったらあっちで取られるのがまたサイドだからね。ゴールに近いところで取られるの一番だから、今の小川の取られ方は最悪だ。最悪やばいっすね、あれは。ここ3回ぐらい取られる。それならまだケータのところで取られる方が、まあ最悪だけど、まだ真ん中で取られるよりは若干ね。あっちで熱い、熱い連続批判が5点もいられてごめんな。駿河カップほんとごめん、たくま、俺が悪い。いや、そこ狙われてない。ログさん、大暴行だと思うよ。公開社会人トーナメント。うまい。勝負ならあるいは。おー入った入った。うまいうまいやばい。どうまい。ナイス。勝ってると多分出るね。全準備、全準備。ハイボー。
14っす。スタートしてね。では行きます。こっちスタートしてなかった。やば、マジ。いや、まあ、いいよ。いや14で15で15で15じゃん。じゃあタグマこっからハットトリックで期待してるわ。いけるいける。うちゃ入ります。うちゃ入る、うちゃ入る。本当にね、シュート3本で3点だから。翼って言ってたような気がする。こっちで翼じゃなかったら翼ごめんな。え、翼って言いました、翼って言いました。え、翼って言いましたよ、普通に言ってたよね、はい、言ってたよ。まあ、これで翼じゃなかったら翼ごめんなっていう、一応あのアリバイだけな。謝罪だけしとこうかな。えい、レッド絶対そんなに痛くない。絶対そんなに痛くない。誰がやられた。庄司かな。大丈夫大丈夫大丈夫、責任は俺が取る、責任は俺が取る。任せろ。責任は俺とアンティが取る。俺ですか。まあ、翼ってでも絶対出ましたよ。絶対言ってたよね。絶対言ってましたよ。あれはね、かけかなと思ったんですけど。うん、俺もそう思ったよ。まだ翼が置き土産に1点はない。まだ。いけいけ、コンブいけ、もうなんかとりあえず止めて。タコいけいけ、レフリーもう交代しろ、交代。レフリー。味方チームなら優遇が効くっていう。もっとでかい声で声張れ、声。シズダイ13番って、シズダイ13番アウトです。ナイスタイミングだな。ナイスタイミングしてみると、まあうちが本部だからね。うん。まあその辺でユーザー聞かせられるよね。うちが本部だからね。いや、これはあれでしょ、ホームのなんたらってやつでしょ。お、そしてナイボール。取れる取れる。あ、マジ？え、これ。おお。いやー、いいよ、ナイスナイス。惜しいよ。やべえな。正直、今日当たってるよ。うん、これで入らないと。いやー、マジで嫌ってる。嫌われてるわ、サボってる。相当嫌われてた。川さんの再開は当たったのか。どうなの。これで決まったら、まあ。ヘイヘイ、稼いでるよ。正直当たってるからな。これ決めればだけ。ファールだ。いらねえなあ。そこのファールね、いっちゃん嫌う俺。あそこで歯ぎしりする。そこのファールいらんやろ。あの回集中。カドさん、皆さん何点でこれしました。15ってさっき言ってたからそんぐらいじゃない？後半15分ぐらいじゃない？これ30分か。余裕しょ。余裕っすか、ね。うん。あと5点入ると思ってる俺。本当に。うん、あと27か。そう、これPKないのか。そう、左打ちは、左打ちは、めっちゃ待ってます。じゃあ、早さのドリブルに決めるか。PKだったら、隠れ禁止かしら。拓磨くんが、シュッて打てば。すごいよね、PK 自信ある。PK 自信ある資材クラブね、なかなかないぜ。過去の事例において。あ、今年なんか PK 強いですよ。なんか強すぎてたから。その分やっぱ、体力取られてる。BK だって勝ってるの見んの本当にあれだもん。俺資材クラブ入って初めてだもん。あの時は7年目だけどね。それで俺が PK やってないのが一
番心の俺 PK 戦まで一回もやったことないんだよ、小さいクラブ入って。PK やるときに限ってね、俺スタメンじゃないんだよ。俺がスタメンのときに限ってね、PK やんないんだよ。この間も一番テレビでやっちゃったからね。俺の予定ではでもね、あれね、あれだったんだよね。三重のやつやったじゃん。あれ 2-2PK の予定だったんだよね、前半の時点で。もう一点入れちゃって前半は違いに、あ、これ 2-2PK あるな。やべえ、これは来たでって思ったら、さっき見るやつ弾いて詰められてる。2点目は1対1、クソ、なんか結構早い段階から1対1、誰かにクソ頭蹴られてめっちゃ痛かった。もう揉み合ったんですよ、多分翼ない、カメラのか、9番、11番みたいな、どっちか蹴られてなんかクソ熱かったじゃん、はい、頭がガンガンしてて、あれ俺これやべんだねって。負けた試合だって全部俺だぜ。たまたまじゃないんだ、俺勝ち運のなさはね。俺1年半勝てんかったからね、バイクラブ。石山の持論はこけて相手がアピールしてファールじゃないんだったらそれはもうシミュレーションでしょうっていうのが石山の持論だから。なるほどなるほど。オッケー出そう、まあ、オッケー中中めっちゃ当てるなしね。そんだけギリギリを狙ってるってことだよ。抜かせるんで大丈夫。ぶつけて繋ぐならいいけど、ぶつけて繋がってないからな、さっきから。ああ、なるほどね。それならもっともっきけろぜ。これちょっと優しさ。なるほど。心優しいんだな。本当に心優しいやつ狙わねえけどな。まだいける。38分です。23です。そうだな。あと7分になっちゃう。あと15分。やめてやってて。あ、フレーズがめっちゃ映る俺が。俺ふざけてるみたいじゃん。あの試合見てるの。めっちゃ応援してるチームだったの。アピール。熱い気持ち。いやでもね、ぶっちゃけ俺途中交代では出たくないからね。もういいよ。おお。ない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 。バカな。バカな。え？オフサイ？あったん？あったならもっとハール。はい。でも関節だよね、手を挙げてるから。
ちゃオフサイドかな。オフサイド、オフサイドならなんか もっと入らんかい吹けや。なんかあれじゃん、あのウイレとかで入った後にゴールってなったって、あーっとフラッグが上がってましたっていう、あのクソムカつくウイレにその機能つけんじゃねえよバーカって思うやつ。レッド出ねえか全然見えないから分かんないっていうファールの程度が。もちろん俺小川の足上げかなっていうのを一瞬思ってしまった。いや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 おしおし。最後に雪とかなんかそういう感じかなって。小林さん、浜松何人います？浜松7年目だね。浜松来て、いやでもね、この間知ったとか結構いっぱいあるぜ。うん。何だったかな、なんかのとこを、へえこれこうやって読むんだみたいな。知らんかったわ。珍しい地名。いっぱいある。浜松でもなんか珍しい地名多い。浜松あれっす。なんか結構。その歴史でちなんで、うん、ちなんか結構あれだよね、布で橋作ったから、布橋とかね、あの徳川家康がね。Thank you。 あ、そうなんだ。それは知らんかった。馬の上に浮くの。へぇー、まあ、本当だったら知らないけどそれを、あの俺がための浜松人に教えてもらった。浜松人はみんな知ってんだな。あと気持ちとゼニトリっていう。あー、あるね。ゼニトリは俺がよく乗ってたバス停だよ、昔。昔俺あの辺住んでたんで。あ、そうですか。うん、あのワゴンの楽園あるじゃん、隣満喫あるじゃん、はいはいはい、あそこの隣のアパートに住んでたんだよね。で、武田信玄と戦った、うん、逃げ帰って、まあ、そこに巻いてあるだろうっつって、あずき餅屋で餅食ってて、うん、そこがまああずき餅なんですよ。うん、で、それで馬の足音が聞こえて、うん、ビビって逃げてって、で、その時に勘定せずに逃げたんで、うん、まあ、店屋の茶屋のおばあちゃんが追いかけてきて、うん、で、捕まって手に取られたんで。銭取りなんだ。結構短くね、小豆餅から。結構すぐ捕まったんだな、馬で逃げた割にな。おばあちゃん草足早いじゃん。和製カール・ルイスじゃね、それ。本当に。行ってる。あー、やべ。こう体を前に預けて見たくなってきたから、カメラが重なる、下がる、待たれて座ってんのがなんか疲れた。この体勢足太もしびれるんだよね。バイバーイ。まあまあ、最低限、最低限、うん、あれで上げられなくて取られるのは、まあ、最悪だね。めっちゃやっちゃいけないやつ。ボールキックで終わるのは最低限。まあ、うん、ブレイク最後コーナーはまあ、最低限よりはいい。おっ、いいな。最低コーナーで勝負さんが勝っているの。そうだね。この年だからアラサーよ。ちょっとアラサーっていうイメージ。本当にね、俺も今25じゃんね。誕生日になった時思った、うわ俺アラサーじゃん。冷静に考えて涙出そうな。誕生日を迎えて嬉しくなかった、初めての。14ぐらいまでは誕生日が嬉しくて、そこからはあの何も考えがない、何の感情も湧かない。20歳の時はちょっとあれだったけど、違う気持ち、なんかこう、ああ成人かと思ったけど、
それ以来はなんかそれ以外は何も感情はなかったんだけど、25になって悲しい気持ちになった。誕生日ってつれえなーって、年取るってつれえなーって。お前らもすぐだぞ、ほんとに月見たら、まあ、サンキュー。お前らもう20歳になった、詰めよう。もう20歳になったの、あと4日1回もうそんなあれなんだ。25です。1月の夏は誕生日がいいじゃん。だ、勝負だから大丈夫だ。この間でもびっくりしたのが、なんかバーベキューの時から誕生日の話になるので、大村の誕生日が3月の日で、俺の弟がお前らためなんだよ、で弟の誕生日3月3日なんだよ。びっくりした、これ1日違いじゃん。年は一緒だよな、年1年浪人して、この大学1年だから、ダメだな、しかも。俺はびっくりした、の1日違いだからね。ただの誕生日同じように、年は違う。近いな。一応去年が俺らの学年の最後の年ってイメージで下田たちが入ってきてるから、どうしてもあのね、下田たちは1年生っていう感じがね、拭いきれない。行ってこい、俊太。残り14で、俊太15分で何点取んの？3点？5分で1点ペース。いやー、ここででも1点決めたらやべえよ、多分。逆転弾プラスあれだから、本当にもう仕事にいいですよ、ほんとに。31分半、3試合ぐらいはスタメンで起用が約束されるから、ここでちゃんと練習とか真面目にしてるからね。そこ大事です、うん、そこ大事。練習は3度だな。すごい、誰かボール。これは行きたくない。あ、でももう引き分けでいい夜間になってるよね、相手もね。そこで一発同点か、フレッシュな瞬間だな、フレッシュだな、フレッシュだな。まあ、瞬間のことを実践したってことは、フレッシュ瞬間って思ってる。証拠残ってるからさ、テープに。フレッシュ瞬間。呼び捨てでもいいですよね、瞬間。うわ、やばい、それはいけない。もうボコボコだ、これ。俺の口から言うとさ、あれになっちゃうからさ、アンディからそっと言っといてくれ。チクッと言うこれやばい、これやばい。僕、下田さんも先輩なんで、そういうこと言っていいのかちょっとわかんないけど。俊太さん
さんのあの発言はマジディスリスペクトですわっつって。いや負けんな。そうファン。よし次。毎試合出るたびに愛してるから私まで用意してるけどって言われんやろ。頑張るぞ、頑張るぞ。で、そう、真ん中の一応だけ頼みますよ。これは CDK の感じだよ。組み分け的には右下の左アンジ的には多分そんな感じになってます。なるほどね、まあ、そこの役割分担は必要だよ。そこ下田がいないと。うさい、ナイスキー、ナイスシャマ、イェイ、おぉ、ぶね、まあ、下田はあれでいないだろうね。そうやね、宮との違いはそこ。石山との違いはそうなんだね。俺と下田コンビはと深夜と石山コンビの違いが出たんだ。石山がしたら弾いた後の嘘をつけて言われない。ちゃんとね、いやでもあれ聞いてたのかと思ったんだけどな。下田がいいとこ弾くっていうのと俺がいいとこいるっていうのの、ちょっと噛み合わないとやっぱダメなんだよ。きっとそのうち噛み合う、噛み合う、いつか噛み合う、いつか噛み合う。2試合ぐらい出る予定だから俺。その間に噛み合わせよ。その間に噛み合わせよ。多分石山が9月いないじゃん。そうなんすか。なんか3週間ぐらいいないらしいんだよ。9月試合あるでしょ。あります、どうせあります、どうせあるでしょ、どうせ1.8であります。じゃあ多分夏休みの間に食堂の予定中止で試合ぐらい3試合多分やべ、ミスったかもしれん今。ミスった絶対入ってる。あっち見とれちゃった。やばい、ミスった今のリスタート。今のリスタートマジミスった。はい、残り8分です。8分です。8分だぞ。8分、8分です。焦んなくていいぜ、ゆっくり時間見てゆっくり言えばいいから。本当焦って言ってくるけど。はい、はい、勝負だよ。ワンチャン負けるあるからね。普通に点入れられそうだから。7番のやつは俺なら入ってたんだよ。そんなことないです。石山だからって言った。石山さんだな。次世代になってるわ、本当に。セーフティー、セーフティー。うわ。あれ、針じゃないわ、嘘ついた。あれあれ。早く戻れっていうのが早く止める。そうそうそう、それが言いたかった。その言葉を待っていた。ブラックジャック先生。うるせえやつだな、本当にベンチで。ギャーギャーと。まだやっと新しい CD 作りますよ。おお、マジで新下田 CD。 新下田 CD 3枚くらい。おお。今回はもう乗ってるやつから全員分かる曲で。おお。超メジャーな、メジャーな曲。メジャーな曲。まあ、とりあえず。ナイスキー。一応最新曲まで網羅。どっち結構こういうことであるけど、この間の試合とか多分よかっただろうな。あいつやべんじゃねえって言われてるまである。いやー、よかった瞬間。Thank you。仕事した。3%ぐらい。3%ぐらい。ゴールで 90% 上がるから。残り7%は、もう外で、7%はね、シュート打つとかかな。シュート打たないかね、やっぱフォアは。絶対離すよ。あ、勝負、勝負。あと5分ぐらい。あと5分かな。あと6分。6分か。
大事。昨日温泉行ったのにスーパー迷った。え、温泉行けますそうでしたかね。行ってしまった便利。温泉行った。もう行かん。あ、もう蹴り場で。試合前に。うん。温泉行きたいであれ。おお。カタールでしか。ラブライブ。チープガチャールっていう。はい。ワンちゃん入ろうかな。何やねんな。思ってちょっと連絡しようと思って行ったら、まあガラケーじゃどうしようもなかったです。なんでなん？ツイッターとかでなんか、うん、フォロー画像撮ることある。ツイッターってさ、ガラケーじゃないんじゃない？来た。やってツイッターは何をできた？いや多分できますよツイッターガラケーで。来たよ。リップしてくださいって。来たよ。中準備。わあ、そった。お、ナイスゲン、ゲンちゃん頑張れゲン。ゲン結構頑張ってるな今日。切り替え切り替え、落ちろ落ちろ落ちろ。リップしてくださいとか。まあ無理かな。活動内容見たら結構ガチ。まあ、ゲンちゃんが手音部、手音部ライブとか行って、あ、踊って、踊ってって歌ってる。これはあかんやつやろ。ちょっとあかんやつやろ。そこまでラブライバーだよ。勝った。オッケー。今日セーフティーで行こう、セーフティーで。切り替える、切り替えろ。おい、残った。勝負。来た。池シュッターじゃない。誰だ？タクマだ。タクマ。練習練習練習通り練習通り練習通り。おお。やばい、カウンター。さらにカウンター。それじゃない。欲しいやつ。ナイス。カズヤ。振り絞れ。振り絞れ。中準備。うん、キレがない。これやばいやつだ。振り絞れ。佐藤。いや、いけいけいけ、詰めて、そこキュー、アンキュー、お、チャーン、いけ、あ、ないでしょう、え、ない、うわ、しかもチャージ、切り替えろ、切り替えろ、いやもう審判の言うことは絶対だから本当に一番そんなこと思ってないやつ、試合中だったらやばい一番後ろで絶対お母さん残り3分さあラストラストおいカードカードお母さん残り3分です、全員上がれ、ラストさん、ラストさん、お、誰だ、タクマか、無回転決めるか、タクマ無回転、練習通り無回転、石山さん、石山、願望がダダ漏れしてっから出てますよ、出てます出てる、出てる漏れてる、漏れてる、あいつの足で、無回転かな、狙うのかな、チキったな、俺やったな、森田さんですよね、俺やったな、それか下田、うん、やべ、全然入ってない、あ、下田くれ、いいじゃん、こんぐらいは試合が多いでしょ、大丈夫でしょ、怪我しても10人だったでも相手も10人だし、順交代する時間がどうなのかなっていう風になるよね、こんぐらいの時間だと思う、途中交代して、多分ゴールされずに終わる。そうだな。ディフェンスなら特に。いや、わからんよ。しょうがってやるかも。ワンチャン。一夜にしてヒーローになるかもしれない。一夜じゃない。一ヒーローにして。一昼夜っていうけど、昼で止めるとなんか微妙なんだよな。下田、それ高校の時に。あった。ありますよ、ね。おお。残り5分で行ってる。できるじゃん。おお。右サイドバックだ、ね。おお。やるじゃん。なんで下田がそこにいる。なんで桜木がそこにいるんだ、うさい、やばいやばい、離れよ、離れよ、ダブダブバック
違う、相手のな深夜ならね、ちゃんと深夜って言うよ。点取ったらいいんですけど、そろたおじで、モブ、あーやばい、モブ、あやばい、7番と愉快なモブキャラだった。オッケー、ナイジー、引かない、学習する。俺かも今日のオフサイドは狙って取ってる感じ。三重戦のオフサイドは本当にたまたまだよな、たまたまだよ。タケウオフサイドで会ってくれるなかなかだったか。あれは来たよ、お勝利来たよ。来たでしょう。来ない。じゃあいつ来るの。今でしょう。もう来ない。あと何分の攻撃。もうオフサイド、オフサイドじゃねえわ、ロスタイムだろ本当に。クロス、オフサイドってなんだ。クロス上げろ上げろ。中準備、中いない。え、カフィア、あお、いかボール、お、お、審判がどうした。プロフェッショナルでしたら、あの審判が、え、あれでいいですか。え、よくない、よくないでしょ。でもあのついにね、あの氷のゴロを溶かした俺らの情熱が。いやーバカだ、いけるわ。逆転劇が見たいですな。そうそうそう、逆転劇もしくは山初の勝ち越しゴールが見たいと。おっ、シュンタ邪魔、シュンタ邪魔、いいない、出して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 出す、もう時間もったいないからさっさと出して出さん、出さんでいい、出さんでいい、出さんでいい、自分で行け、自分で行け、自分で行け、江川佐藤、最後に見せろ、今日持ってる、持ってる、うん、うん、わあ、仕事仕事に入れば、いや取れたからしっかり、やべえ、森さん森さん森さん、ビビビビビビ、あれ出せばええんちゃうんか。イエローぐらい大丈夫、大丈夫、俺本部で中入っても注意ですんだから。アキラとハイタッチしてもうあの注意ですんだから、大丈夫、本部で、本部からうわーっつって決めたやつのとこまで行って、決めたやつとハイタッチして、もう過ぎてます、めっちゃ怒られた。もうなります、もうそれなります。さあもうないよ、ないよ、ロスタイム合戦もう時間ないよ、5秒もない、2秒、本当だった、やべえ。